に逃げちゃおうか。今日はみんな鬼と戦ってるみたい。小鳥はリンちゃんと一緒にお豆食べようっと。節分ってもっと軽く豆を投げる感じだと思ってました。誰か助けて。節分って自分の年の数しか豆を食べられないの？リン、今日だけ100歳になりたいにゃ。悪い鬼が来ないように気合を入れて豆を投げるわよ。鬼は外。さあ、この入り豆をどうぞ。これがあれば鬼を寄せつけません。今日は節分ね。みんな鬼を追い払うのに必死だけど、いい鬼だっているかもしれないじゃない。今日は豆まきなのは知ってるけど、なんでのぞみが頭に魚と葉っぱ巻いてるのよ。鬼はな、イワシとヒイラギと嫌いなんよ。ほら、これ巻いて戦うよ。